みなさん、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホホー、ヤッホホーイン、ヤッホイン、ヤッホホーイン。主婦のブログ、ユミです。イェイ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 。どうぞよろしくお願いいたします。今日は9月12日です。木曜日。皆さんお疲れ様です。そしてご苦労様です。ねえ、本当にね。もう木曜日。あと2日もすればね、週末、2日だよね。もうすれば週末っていうことでね、早いですね。本当にね、あっという間ですよね。今日はね、札幌は朝ちょろっと雨降ってたんですけども、午後からね、午後っていうか、晴天ってなってくれて、先ほどね、久しぶりに、ユミの車で、ドライブ散歩、がてら行ってきて、それでみんなとね、ブラ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 散歩して帰ってきました。だけどね、すごい蚊が飛んでて、もう、かゆーっと思って、もうほんとね、今の時期、この時間帯とか、すごい軍団が、もうわーって襲ってきて、もう最悪とか思って、もうでもね、帰り際に、リスが いたんですよね。なんか走ってるとか思って、見たっけ、空がバーっていたんで、なんだろうとか思ったっけ、リスだったんですよね。だけどカシャーって撮ることができなくてちょっと残念とかって思ったんですけどね、またねチャレンジしてみたいなと思って、ね、今日はね、ね、これからとんかつを作ろうかななんて考えてる最中です。わからないけど、変更するかもしれないけども、でも一応とんかつ用の肉用は解凍してあるので頑張ってみようかなと思っております。皆さん期待しないで待っててください。ということでね、今回の動画は日常編のブログをアップしてみました。変わり映えのない日常編なんですけどもね、温かい目で見てくださるととてもユミはありがたいですっていうことでね、そんなことでユミの動画スタートスタート。
レムさんやっかな。よいしょじゃあ、ラララララララら。怒られるよ、そらくんもね。今あげるよ、待ってよ。おいしい。食べてる食べてる。おいしいか。シロの場合早く食べちゃうからね。おいしいね。おいしいな。おいしいね。おいしい。おいしいね。ねえ、おいしいな。もぐもぐだね。
濯物だよ洗濯物だよ、ほっそーほっそーほっそー、うわー、うお、頑張れよ、頑張れ。終わり終わり終わり終わった、よいしょ、終わった。ねえ大丈夫、今夕方の散歩に来てます。すごい、今日は違う公園に来てみました。よいしょ、天気ももうやっと夕方もね、ちょっとジメジメ感がなくなったかな。よいしょね、よいしょ、あ、すごい、よいしょ、よし、帰るか、すごいよ、ここドッグランだったらいいな、すごい、わあ、人が来た、よいしょ、ということで、車に乗って帰りたいなと、小春にかかるよ、そらくん、よいしょ、やばい、やばい状態になってきた。帰りまーす。よいしょ。おかしょ。よいしょ。待って、空。空くん、ちょっと待って。これからカツ丼を作っていきます。衣は卵と薄力粉と小麦粉を混ぜて作って、鶏ガラを入れて混ぜました。これから揚げていきたいと思います。よいしょ。とんかつ、カツには塩コショウが入っています、混ぜています。
それではいただきたいと思います。いただきまーます。今日はカツ丼しか作れませんでした。おー、ではいただきます。熱々、やばい、いただきます。おいしい。うまい。おいしいです。で、オートミールです。それでは、じゃじゃーん。